皆さんお久しぶりです。元美山沙織です。で、11月から沙織ミニマリストっていうことで、ミニマリストについての発信をしようかなって思っています。まあ、それだけじゃなくって、まあ、暮らしのこととか私のこう考えてることとか、そういうのを結構自由にこういうラジオ形式でやるのか、顔を出すのか、はたまた顔を出さないでやるのか、ちょっとこう Vlog 風なのもやるのかわからないんですけど、やりたいようにやろうかなって思ってます。なんか縛りがあると私はどうしても、逃げたくなるというか、例えばなんか8月を毎日やりますとか確か言ってたんですけど、そうやって決めてしまうとぶっ壊したくなるですね。で、名前をねなぜ変えたかっていうと、美山沙織ってね自分で考えた名前なんですけど、すごく気に入っていてすごく好きなんですけど、なんかこう美山沙織さんってすごく素敵な女性な感じしますよね。私はそうなことないので、もっとねこう気楽にやりたいなっていうことで、沙織ミニマリスト、沙織ミニマリストってすごいなんかいいですね。なんかちょっとダッサい感じがねまた私っぽいなって思って、沙織ミニマリストとして活動していこうかなと思って、活動というか発信を、YouTube はしていこうかなって思っていて、 Twitter とあと Instagram も沙織ミニマリストに名前を変えました。今日はこの辺で終わりたいと思うんですけど、また11月に入ってぼちぼち YouTube 撮影していこうかなって思っております。なんかねこういう動画見たいですとか、なんかもしですよ、リクエストがありましたらコメント欄に書いていただけると大変嬉しいです。そしてチャンネル登録まだな方はぜひチャンネル登録をしていただいて、まずはね100人目指したいと思っています。またそういうこと言うとねあれなんですけど、ね目標は一応立てて100人を、目指していますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。